はい、皆さんお張りましして。はい、ということで、いや期待しかねえぞマジで、期待しかねえんだよ本当に。いやーだってさ、こんなねニトロのために用意されたようなこの舞台でね、もうねそんな9プラスにね、9プラスの枠にとらわれる必要はないよおいニトロさんよ。盛大に暴れてくれてね構わない。うん、11のね譜面を振らせて世界を敵に回そうとも俺だけは味方でいると誓うよ。うん、ニトロだよね、そもそもニトロだよね譜面制作者、勝手に思ってるけどさ、まさかなんか違うパターンとかある、その謎の裏切り。それはいらない、その裏切りちょっとね欲してない今回。まあまあニトロと期待しつつやっていこう、やっていこう。はい、ちょっと早速ダウンロードしよう。さあ行くぞ、楽しませてくれおニトロさんよ。さあニトロだよな、ニトロだよな。はい、よし行くぞ。じゃあ行くぞ。さあ、何、誰ニトロじゃないの、誰ムーンなんとかとか知らないんだけど。おい、まあいいか、まあでもニトロがそれを許したとしたら、よし、は何、ちょ、ねこれ、これをさ外さずにさ取る方法なんてさ存在するの、ちょ、どこ、何これ、何その重なり、何このいじめ方、その新たな、また新しいいじめ方開発したの、ちょっとね、挨拶がね、まあいいだろ、それぐらいの挨拶がなきゃね、ニトロだったのにもっとね、そう、まあいいだろ、ニトロの名を冠するぐらいだったね、それぐらいやってくれないとね、とても困る、よし、OK。何、ちょっと待って、今後何、このいじめ方でずっと俺をさ、いじめてくんの、これで俺を殴り殺しにしてくんの、ずっと。切り替えがさ、まあ、ごめんなさい、これさ、あのね、ちょっと待って、白がさ、白を何、どうやって、本当にわかんない、わかんないんだけど、ちょっと待って、あのね、なんかね、ちょっと、待って、これさ、あのね、アークをね、どっちの指でね、どの指で取ってるのかね、なんか認識をね、脳がね、認識を拒否してる、なんか認識することをね拒絶してる、なんかついにね拒絶反応が出始めてる譜面に対して。しかもなんか片手も、なんか絡まるわこんなん、手絡まるわこんなん普通に。これさ、ちょっと待って、本当にわかんない、あのね、どういうこと、白は分動するぞ、待って、人体構造はさついに無視し始めた、もうテストプレイはこれさやってないでしょ、テストプレイはしてないってことだけはね、なんとなくね察したで、テストプレイしたらね多分ねこれはね取れないっていうことをね瞬時に察していただけると思う、本当にわかんない、これ何、どういうこと、これさ何これ、理論上これさ人間取れるよ設計されてこれ腕をさ取り外し気にしないといけないみたいな、そういうパターン、もうついに、ついにその領域来た。まともなこと喋れるか、まともなこと喋ってないというねことだけはね今ね冷静になった。ちょっと待って、俺は何をしてたこの2分間、空撃の2分間俺は何をしていた、記憶がないんだよ。何をしてるかね全くわからない。 D ね、まあ、あのね、どうすればいいかわかんないの D だわこれ。これさ、はどういうこと、なるほど、これさ、これあれなの、もうさ、2本指じゃなくてもそれ通過できんの、それ1本指でそこ通過できんだ、いやそれは知らんわ、それ初見でね見抜けたらね、それ天才以外の何者でもねえよ。オッケー、待って、なるほど、それを理解したらね最強になれるわ、もうあ、ごめんよ、もうこれで EX 取るわ。さ、待って、冷静になるとさ、うまい、待って、どういうこと、ちょっと待って、OKOK、ほら、はい、そういうトリックね、なるほど、いや、これはね、でもね、見抜けるとね、待って、それさ、待って、これ、2本になるとどうなる、これ、待って、2本になった時分かんなくね、これ、でも、どういうこと、待って、これだとミスカウントになるの、じゃあ、いずれにせよさ、
あ、絶対これさ、そのさ、え、ここ、ここ何、ここ何、ちょっと待って、え、ほんとにこれ理論上これさ、人体構造無視してないよね、ちょっと、ほんとに、え、大丈夫大丈夫、ちょっと待って、え、え、え、取り方ミスってるだけ、え、今のとこさ、え、今ね、え、指間違えてるだけと信じてるよ、え、そこはさすがに信じてるけど、え、え、ちょっと待って、初見と変わんねえじゃん、初見とスコア変わってないというね、最悪の問題が発生してるんだけど、ちょっと待って、え、もう問題、これ、ここが、あ、なるほど、あ、なるほど、そういうことだ、これね、人体構造はね、無視してないわ、ちゃんとね、取れるわ、人間でも取れるけど、ちょっと待って、人間を捨てないといけないわ、あのね、ゴミキモい体質になればね、取れる、ゴミキモい体質になれば取れるわ、人間でも取れるけどね、人間を捨てないといけない、非地球外生命体みたいなね、今のね、この俺の体質を見たらね、多分ね、地球外生命体でしかない、本当に、新種の新たな生命体を発見したとね、世界中の人間は思うだろうね、俺を見たら。あ、オッケー、もう、わかった、あのね、もう、いっそ、白を捨てる、もう白はないものとして見ると、アークだけ取ってると、勝手にでも白も繋がってるとね、待って、繋がってると思ったけど、余裕ですっかすか抜けてたわ。あー、はいはい、痛くなって。これさ、待って、やばいよ、今の俺の体勢ね、ちょっとね、人間じゃないよ、本当に。まあでもみんなこうなってるということはね、そう、みんなこうなってんだったら、相対的に人間でいられるわ。みんながね、人間を捨ててんだったら、相対的に俺も人間でいられることになるわ。そう、謎の理論。よし、オッケー。クリアは遠のいたけど、オッケー。理解はしてる。戦いの中で成長していこう。あのね、クリアしてね、こんなにね、嬉しい Q プラスが存在するとね、思わなかった。後にも先にもね、こんなにね、AA を取れてね、嬉しいとね、思えるね、Q プラスがね、登場するとはね、多分ね、1年前の俺だったら考えられないわ。あのね、1年前の自分にね、そう、会いに行って、おい、1年後の自分、9プラスで、9プラスダブレットって喜んでるぞってね、言われたらね、多分ね、未来のその言いに来た自分ぶん殴ってるまであるよ、多分。それぐらいね、驚きだよね、本当に。インフレって怖いよね。改めて実感したわ。インフレ怖すぎるわ。いや、言ったわ。いやー、これはやばいわ。これはやばいわ。いやー、だいぶ疲れたね。まあでもこれロストを減らすと、やっぱ途端にスコア伸びるね。やっぱアーク主体だから、アークを離さない意識があれば、スコア伸びるわ。これ誰なん、ニトロかな、やっぱり。でもこれ、ニトロの別名義臭いよね、でもやっぱり。そう、やっぱこのね、ニトロの曲でね、ニトロを採用しないのは多分ね、ありえないと思うから、まあ、ニトロかな。だから、まあ、いいよ。俺、別に何してもいいと思ってたから。まあ、いいじゃん。ちょうどいいじゃん。まあ、ちょうどよかったわ。まあ、もう少しね。まあ、まだ物足りないけどな。はい、ということで。これはちょっとね、置いとこうか。ちょっとね、ちょっとばかし、ちょっとね、置いときましょう。放置枠、はい。一曲様、放置枠ご案内。はい。はい、ということで。あのね、第3の門、まだ開門できてないんだよ。このかけらの数と第三の門が開門できないっていう、この二つの点から言いたいことは、スゴロクがあまりにもヘビーすぎる。そう、スゴロクのヘビーさにね、ちょっとね、言葉を失いかけてんだよ。まあね、いやでもさ、絶対さ、もう期待超えてくるじゃん、もうわかるじゃん。もう課金辞さねえかもしんない、もう課金も辞さない格好で進めるわ。はい、ということで、それはちょっと今回これで終わるわ。いやー、楽しみだね。次回以降も期待できるわ。ちょっと今日は満足した。はい、ご視聴ありがとうございました。